しのぶ、今助けるの。ちょっと待った。何なの、潔くしのぶを返す気になったの。オイラの話を聞いておくれよ。お前の好きなものオイラに教えてよ。美代子の好きなもの、当然プリンなの。あ、そういえばお前のお菓子は全部プリンだったね。あ、そうだったの。お前にプリンを全部取られてたの。しのぶと一緒にプリンも取り返すの。だからストップ。お前にいい話があります。オイラをこのまま見逃してくれれば、世界一甘くて大きなプリンをお前にあげる。おい、なんで反応するんだ。しのぶの命とプリンを天秤にかけるな。世界一のプリン、想像しただけでよだれが出そうになるの。だろ、オイラならその幸せを与えられる。悪い取引じゃないよね。やめろか、緊張。こいつの話に耳を貸すんじゃねえ。甘くて大きいプリンを丸ごと独り占めなんて夢みたいなの。それってミヤコにとってすっごく幸せなことなの。でも忍と食べられたらもっともっと幸せなの。忍、一瞬だけ取り付かせてもらうの。やべ、来るな。忍から離れるな。やだ、離れないぞ。お前みたいなやつが忍の中にいるなんて許されないな。お前みたいなやつに。急にこいつらの力が上がった。お前何をした。ナイスなの。忍、二人でジャックを追い出すの。はい、ジャック、私の中から出て行ってください。忍ぶ、元に戻ったの。よくやったぞ、ガキンチョ。俺は信じてたぞ。忍ぶ、よく頑張ったな。ミヤコさんの声が私を導いてくれたんです。よかったの、本当によかったの。ミヤコたくさん頑張ったの。はい、何度も意識が途切れそうでしたけど、ミヤコさんの思いが、頑張りが私をつなぎ止めてくれた。ミヤコさん、ありがとうございます。はい、ミヤコさんを守ってくれて本当にありがとうございます。二人のおかげで帰ってくることができました。くそ、オイラの復讐がこんな奴らに邪魔されるなんて。そんな馬鹿げた計画、うまくいくはずありません。あなたが私の中にいたことで、忘れられたあなたの悲しみは私にも伝わりました。けど復讐して人間を消し去っても
あなたはまた孤独になるだけです。このままではあなたの心は満たされません。うるさい、うるさい、うるさい、うるさい。もういい。こうなったら最後の手段だ。やこれは霊界の扉。へっ、オイラの力思い知らせてやるからな。ジャック、どこ行くの？この扉もしかして町に。ジャックを追いましょう。今の彼は何をしでかすか分かりません。トリックオアトリート、お菓子をくれなきゃいたずらしちゃうよ。あらまあ、それは大変。はい、お菓子だよ。そのお菓子はオイラがもらった。知らない子がお菓子取った。ほら、あんたどこの子だい。お菓子ならたくさんあるから取ったりしたらダメだよ。うるさい、オイラに指図するな。危ないの。大丈夫ですか？この子を連れて早く逃げてください。あ、ありがとね。何が何だかわからないけど、ほら行くよ。お母さん。やはり町に繋がっていましたか。何をするつもりですか、ジャック。言ったろ、オイラの力を思い知らせてやるって。もう器なんかいらない。ハロウィンが終わってまた霊界に逆戻りでも構わない。今ここでみんなまとめて消し去れればな。トリックオアトリート、お菓子をオイラの元に集まれ。取り戻すには十分だ。ミヤコのプリンも食べられてるの。そんな食い散らかすななのもったいないの。ミヤコさん、お菓子を食べられているのはみんな同じですよ。それにジャックの霊力がどんどん強くなっています。